対立する概念天皇機関説。天皇主権説天皇試験とは、大日本帝国憲法において、主権が天皇に存ずるという解釈、学説、西洋の君主試験を日本に適用した内容である。天皇試験を中心として構成された、憲法学説を天皇主体説という。1889年に交付され、翌1890年に施行された、 大日本帝国憲法は、4条で天皇破国の元首にして統治権を騒乱しこれの憲法の上記に入りての行符と定めた。この条文の解釈や憲法全体の解釈運用に、あたっては天皇試験を重んじる穂積やつや上杉新吉などの君権学派と議会制を中心とした立憲主義を重んじ、天皇機関説を唱えた。 ミノベ・吉や佐々木総一などを立憲学派のに、大学派に分かれて論争された。明治憲法が施行された当初は、朝鮮主義を唱えた反発政治家や官僚により、天皇主権を中心とした君憲学派の解釈が徴用された。その後、上杉とミノの天皇帰還説論争が行われ、1913年には帰還説が勝利し、憲法は帰還説で運用された。 その後、1935年の天皇機関説事件で、ミノベラ立憲学派が排撃され、同年に政府が発表した国体名調整名では、天皇主権を中心とした解釈が肯定されたことで、以後、政府の公式見解では、機関説は廃され、これを主導した右翼勢力、軍人の力が拡大することとなった。ただし、 憲法学の世界においては依然として天皇機関説が理論的に正しい見解とされていた。その後、1947年に大日本帝国憲法が改正、日本国憲法が施行された際、全文及び一条の記述をもとに主権が天皇から国民に移行した国民主権との8月革命説が表出するに至る。ゴーマニズム宣言スペシャル天皇論著者。 小林よしのり P251 武田 P238 ありがとうございます。